ですね、白髪のピアニストが涙をこらえながら両手で力強くバッハを演奏する様子が世界中の SNS でシェアされて感動を呼んでいるそうです。動画に映っているのはブラジルのジョアン・カルロス・マルティンスさん、80歳のピアニストで、バイオニック技術を利用した手袋を使うことで20年ぶりに指の自由を取り戻したということです。 AP 通信によりますと、マルティンスさんはバッハの演奏者として有名でしたが、神経変性疾患と事故のために指の自由が効かなくなり、2000年以降は主に指揮者として活動するようになったということです。2019年3月に音楽活動を引退したマルティンスさんでしたが、思わぬ転機が魔法の手袋によってもたらされました。マルティンスさんの引退を惜しんだ工業デザイナーのウビラータ・リザロ・コスタさんがバイオニック技術を利用した手袋を開発。この手袋は合成ゴムのネオプレンで覆われており、マルティンスさんの指が鍵盤を押した直後にカーボンファイバーの板が指を上に突き上げる仕組みとなっていて、マルティンスさんはこの特殊な手袋を使って10本のうち9本の指を動かせるようになったということです。とそうですね、まあ技術もいいところはあるということでね、はあはあ、まあこれもそうですね、それから一番典型的なのが目が失われた人、そこの網膜にですね、受光器はめて、そして今スマホなんかでも非常に綺麗に映るでしょ。 あれは何かったらこの非常に細かく、映像をね映せるようになったわけなんで、それをはめ込むとね、本当に何にも見えない人が相当見えるんですね。それからもちろん足を失った人もそうだし、こういうふうにこう手が動かなくなった人とか、そういう人のこうサポートする、まあへんてこなもんじゃなくて、今みたいに、手袋の方で反応する、もしくはこう埋め込んで、きれいにはまだ見えないんだけど相当程度ね見えるというような技術が相当発達してきてるわけですね。で、まあ僕らのあれもそうなんですよ。実はスマホでこう行き場所をしたらなんとかっていうところに料理屋に行くったらそこ教えてくれでしょ、あれもだからその本当にそういう意味では我々の行動が非常にサポートしてくれる技術、それこういう身体が壊れた人ね、非常に今進んでるんですね。僕が一番いいと思ったのは、実物見ていいと思ったのはやっぱりあれです、目の見えない人のサポートですね。昔はね、目の見えない人は人工衛星上がった時ね、GPS を背負って、それでそれが脳にこう行ってて、それでこう自分の行きたいところに行けるっていうのもあったんですけどね、それは背中にちょっとこのくらいのものを背負って、そして衛星と通信しながら自分の目的のところに行くっていうのはね、非常にそういう点じゃそういうことが発達するっていうのはあまり生きてると何かと思いますけども、非常にこのねピアニストも喜んでおられて、そういうところに技術使うっていうのも非常に大切じゃないかと思って紹介いたしました。こういう形でね、その取り返せるっていうのはね、たまらないですよね。須田さん一言いいんですか？ええ、もちろん。喋って。もちろんですよ。コメントしていいの？そんな顔されないでくださいよ、もう。だってまだそんな切ない表情出ないし。出ないし。さっき僕怒られちゃったよ。で、武田が全権を握ってんのか。握ってますよ。当たり前じゃないですか。そういう番組なんだから。そういう番組なんだよね。はい。2つあってさ、まあ、これ行き過ぎるとってさっき先生話したけども、死の定義というのが、これからきちんとそのラインを決めていかないと、急にこう曖昧になっていくんではないかな、じゃあこれ心臓止まった人どうするのとかね、そういう話もなっていく、これ1点目、もう1点目、これも行き過ぎると、このピアニストの方が本当に自力で弾いたこれは演奏なんですかっていうところになると非常に曖昧になってくるんじゃないですか。どうなんですか、そのあたりはどういうふうにお考えなんですか。まあ、僕なんかはやっぱり、どこで人間諦めるかっていうことだけどね、だけどやっぱり、その個人としてみれば、生きてる間にもう一回ぐらいピアノ弾きたいっていう気持ちが強いでしょうから、そういう点では技術のまあ手伝うところかなっていう感想ではあります。ここはぐらいは OK っていう、はいはい、でもこんな技術がどんどん進歩していったらさ、一平ちゃんさ、このじじいあと20年ぐらい出るようなのにどうする？20年で聞きますかね。あと数年ずってんの、あと数年もっとじゃないでしょうかね最後にこのニュース話題持ってきたってなんか曰く因縁あるんだから、アンケート見よう、早くアンケート、お時間がもう一ついけそうですよ。じゃあ地面で焼けたメダル焼きいっちゃったら、はい、はい、
これなんか武田先生選んだニュース。そうですよ。どうしましょう。まあ考えてみればくだらないね。いや時間ないからいいじゃん、くだらないんで。ちょっと待って選ばれたんですか。いいんですか。なんか今ない。違うニュースでいいんですか。いやもう時間もある。